とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーマルチやっていきたいと思います。普通のタワーではなくって、ボスラッシュですね。タワーボスラッシュとなっております。では、行きましょうか。1階がとにかく難しいです。1階がとにかく難しい。まず、エボーカーをなんとかしないと、どうしようもないんだよね、これ。よし、オッケー、いけた。危ねえ。で、あと問題はこのエンダーセントよ。エンダーセントが、とにかく厳しい。このね、振り上げる攻撃が、まあまあまあ、ワンパンされるのよ。危ねえ。あいし、あ、やばいやばいやばい。向こう行った?向こう行った?やばいやばい。これ夜になるともう完全にやばいのよ。やっべ。もうちょっとで倒せる。もうちょいもうちょいもうちょい。でも俺、もうない。あっぱちょっと待って。ああもうちょいなのよ。もうちょい。で、みんなもう、弓がないか。弓がないね。その、大きく振りかぶるやつを、そうね、回避で、なんとかしていけば、いけなくもないよね。OK、戦い方が見えてきた、見えてきた。回避を思いっきり、避けていけば、回避を避けるってわけがわからん。振りかぶりを避けるんだ。いける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 いけたー。きつい、これはきついぞ。はい、まあとりあえず、2階までなんとか動画撮影しましょうか。2階はスケルトンホースマン2体とレッドストーンゴーレムか。レッドストーンゴーレムはね、まあまあ動きさえ封じればいける。もうちょいもうちょいもうちょい。オッケーオッケー、いけるいける。いけたね。うんうん。はい。まあ、とりあえず、この感じで登っていくか、もう少し、きついところとかお見せしますね。ボスラタワー、マジで難しいよ。7階でーす。1階と同じタイプだ。もうちょっと待って、この狭いところで、この狭いところはきついって。あ、でももうエボーカーは、落としたけども、この狭いところで戦うの難しいぞ。まあまあまあ、ドラ使ってガッといけば、いける?あ、いやいやいや、この、うん、そうそうそう。狭くないところに移動した方がいいよね。いったぞ、来た来た。どこ?やばい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 。あ、でもいけるいけるいけるよ。うん、装備がねちょっと揃ってるんで、それなりにダメージ与えれる。よし、いけるやろ。よっしゃー。13階です。ちょっと1人多分落ちちゃいましたね。でここが邪悪なレイス。ちょっと待って、こんな狭いところで出てこられても困るんだよね。でもまあまあまあ、そんなにね、攻撃力とか耐久力は高く設定はされてないですね。うん、ただただこの狭いところで戦うっていうだけ。いける。次で弱点露出させる。無理か。いや、いけるいけるやろ。いけた。押し切れるか。いや、いけるね。いけるいける。厳しい。よし、来たー。いけましたー。13回クリアー。21回です。いきましょう。あ、ガストね。まあサクッと倒しちゃいましょう。長期戦はねこいつよろしくないんで。で、レッドストーンね。オッケー。レッドストーンだったら問題ないですね。 OKOK。 ただこの狭いところで戦わなきゃいけないっていうのがね、ちょっとネックかなっていうところ。うん、あとはまあ問題ないです。余裕でしょう。弓に、弱体化を入れたのでだいぶボス戦とかも楽になってるはず。うん、弱体入れるとねやっぱ全然違うのでいいっすよね。 OK。 レッドストーンこれでおしまいです。 OK。 あ、そこ弓があったね。箱があった、箱があった。これも取ってこよう。 OK。 おー、危ねえ。取っててよかった取っててよかった結構待ってくれない時が結構あるんだよね。うん、開いたら速攻取りに行かないと。で、次も行きましょうか。 OK。 次はなんだ。イリュージョナーか。めんどくせえな。ブラインドになる前に、ああ、ブラインドだった。ブラインド前に倒しておきたかったな。どこ、本体はそこか。ちょっと待って。よし、 OK。 ありがとう。で、なんだ。お、名もなきもの。そうだった、そうだった。珍しい。いや、硬い。すぐには倒せん。硬えな。で、取り巻きもちょっと嫌。上に行った。うわー、狭いな。狭い狭い狭い。こんなとこで戦わなきゃいかんのか。ちょっと待って。ドラ OK。 いけるか。無理か。でももうおいもう倒せる。よっしゃー。次来ました。26回。ここら辺からが結構きつくなってくるんだよね。まずはのびちゃん。うん、でもこいつはねまだいけんのよ。この次確かなんかすごいの出てきた気がするんだよな。あー、ジャングルの魔物だった。この狭いところでこいつと戦わなきゃいけないっていうのがうわ、マジか。やばいぞ。あっぶね。ちょっと待って、毒えぐい、毒えぐい。やべ。いや、毒が完全にやばい。よし、いける。いや、でもね、硬いな。鬼のように硬いぞ。よし。まあ、このね、振り下ろしの攻撃さえなんとかすれば大丈夫なのよ。うん。全然いける。OK。あ、もう倒したかもね。いけるわ。余裕。よし、箱取る、箱取る、箱を取る。よし、危ねえ危ねえ。次もきついよ。27回。まず、スケルトンホースマンが2体か。おー、痛い、痛い。そんなに減ったっけ。で、次、大釜。こいつよ。やばいやばい。炎に分かれたらマジ即死するからね。要注意です。 OK。 やばい。あっぶねえ。しゃ、確実にねこの炎に巻かれないようにやっていかないといけない。危ねえ。もうある程度したらね離れるっていうのが結構重要だよね。やっべやべやべ。減る減りすぎやろ。 OK。 もういける、もういける。この大側のね取り巻きたちのね火力をなめちゃいかんもんね。あ、大丈夫。いや、いけた。クリアです。27回。次、ここがね問題なんだよね。ここがものすごい問題。これでいくか。まずエンダーセントだよね。で、その次倒した後がちょっとなーっていう感じ。よし、とりあえず生き返らせないと。 OK。 夜になるやつだけはちょっと勘弁。 OK。 いけるね、いけるね、いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。オッケーオッケーオッケー。めっちゃダメージ与える。いいね。今のラッシュみたいなのいいよ。今のラッシュいいよ。オッケー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 、いけるいけるいける。あー、急に出てきてドーンするのがね、すんごいダメージ減るからね。よし、オッケー、いける。よし、いけた。で次、この狭い中でジャングルの魔物よ。鬼のように難しい。で攻撃力はもうバカみたいに高いからね。振り下ろし食らうとまあまあまあ即死。よし、ちょっと待って、雑魚やろ。やべえやべえ。よし、生き返らせないとね。確実に生き返らせていかないと夜になると絶対やばい。よし、オッケー。よし、そのね、直接攻撃だけ注意すればあとは大丈夫。うん、毒ダメージも若干あるんだけども、まあ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 いけなくはないわ。やべえ、ちょっと待って、俺が行く。大丈夫か。やっべえ、うわありがとう。行くぞ。まずね、雑魚を倒しとった方がねいいんだよね。足止めされるんで。どこどこどこ。おお、そこか。俺が行く俺が行く。大丈夫。よし、もうちょっとしたら半分。よし、上から弓打ってる。あ、違う、あ、違うか。あ、上にいるわけね。はいはい、ナイスナイスナイス。もうちょい、あと4分の1。あぶねえ、この振り下ろしだけ注意ね。いやでももういけるわ。いけた。よし、難しい28回クリアです。じゃあそのまま29回いっちゃいましょうか。1人落ちちゃった落ちちゃった。まあまあ仕方ないか、仕方ない。ね、まずあれ出てこないな。まあいいや、みんなでね移動した方がいいからね。できればイリュージョナーをまず倒しておきたかったな。これちょっと守護のトーテム欲しいかも。いけるか、いけるな。やっべ、あーもう OKOK。 でもまあまあ倒したね。でもイリュージョナーの一撃がマジで怖い。ブラインドもらっとるし俺。おお、何今の超ダメージ。なんだ今の超ダメージは。おお、あ、でもまあ落として倒せるんだね、イリュージョナーは。なら楽かな。オッケー、29回クリア。ではあとはもうボスだけですね。もうボスは、通常のボスなんで問題ないですね。ではいつものごとくクリティカルと加速で光を入れていきます。 OK、 いいかな。矢は344本。まあこれぐらいあれば全然大丈夫ですね。うん、まあ3人で一気にガーッといけば多分瞬殺できるでしょ、問題なくね。いくぞ。あ、分かった、あの超ダメージがビーストバーストだ。うん、蜂をいっぱい出してビーストバーストしてるんだな。なるほどね。はい、ということでタワーボスラッシュクリアです。報酬見てみましょう。いいのが来てくれれば嬉しいけどね。スカルの大釜がいい。あ、待って、でもリフレッシュさんついてるよ。他にもつくんじゃない？おお！来た！来た！お、いや、スカルの大釜、これ、めっちゃくちゃいいよ、これ。すっげえいいよ。これは来た！大当たり！はい、ということで、今日はタワーボスラッシュやってみました。他にもね、野良で3回ぐらいクリアできたかな。うん。まあ、意外と皆さん対応できる感じで。楽しかったですね。ではまた次のタワーでも、通常、そしてボスダッシュやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。